心配するな。他の虫けらのようにお前を貼り付けにしたりはしない。偶然会えて助かった。ニプトンの運命を詳細に至るまで見ていてもらいたい。そしてお前はいつ動く？お前には西にあるモハビ前哨基地に行ってプロフリゲートに対して俺からの説教を伝えてもらいたい。どこから始める？あいつらは弱くて俺たちは強い。言うまでもないな。だがあいつらは道徳心が低く腐ってるな。ニプトンの実物教育がぴったりだ。ニプトンは荒廃したひどい場所だった。金さえあればどんなものでも受け入れた。プロフリゲート、パウダーギャング、俺のようなリージョン、誰が来ても気にしない商売女のような町だった。わずかな金と引き換えに町はそこにいた人々を罠にかけた。俺が現れた時、当然町の人々も閉じ込められたことに気づいた。そうだ、彼らを町の真ん中に導き罪に気づかせた。中でも忠誠心のなさをな。リージョン兵が忠誠を失った時、罰せられる者とそれを見せられる者がいると教えた。そしてくじを引かせるんだ。それぞれが無罪が当たることを祈ったろうな。愛する者が殺されても何もできなかった。無実？冗談だろ。臆病者どもだ。数で勝っているのに我々に逆らえない。仲間たちが順番に殺され、貼り付けにされ、火に焼かれても何もせずに見ていた。自分の番が来ないことを祈っていたんだ。利己的な奴らだ。ではベイルを命じる。次に会う時までだ。まだ何かあるのか？犯罪はそういうもんだ。不満ならかかってこい。死にたいならな。黙ってろ、ろくでなし。行け。
Ugh!